何があっても絶対にこっちに来ちゃいけない。こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はドラゴンボールヒーローズアルチメットミッション X やっていきたいと思います。まずはアバターゲームを始める前に女の子選びました。来た。アーケードゲームの中に飲み込まれてからこの世界、え、これなんだろう。大丈夫か、こちらの世界に来てしまったか。大丈夫か。無関係な異世界の子供まで吸い込んでしまうなんて、すまない。君が吸い込まれるのを止めることができなかった。安心してくれ、すぐに君を元の世界に戻して。状況がわからない。そうだな、どこから話したものか。まず俺の自己紹介から。俺の名前はトランクス。タイムパトローラーとして様々な世界の歴史を守る仕事をしているんだ。この世界は君とは違う異世界に引きずり込まれたんだ。とても危険な状況だ。君はすぐにこの世界から脱出を。君の世界も様子がおかしかった。まさか君の世界にも影響が出ているのか。なんてことだ、空間を取り抜けて別世界にまで。君の世界のスタジアムは今無人の廃墟になっているんだね。それはこの世界から漏れ出した邪悪な気、ダークエネルギーの影響だ。この世界に満ちているダークエネルギーの元を止めればいい。この辺の解決手伝います。かっこいいな、トランクスゼノ。ある場所に案内する。そこで詳しい説明をするが、少しでも危険と感じたら逃げてくれ。あの渦が時空の扉。君にも力を貸してもらうぞ。時空の扉1-1、入ってみます。始まりの荒野、ワクワクしますね。早速進んでいきたいと思います。ストーリー、無事に時空の扉に突入できたみたいだな。まずはこの世界ですべきことを説明させてくれ。さっき話した通り、君の世界の異変はこの世界に充満しているダークエネルギーのせいだ。ダークエネルギーの発生を止めるには、発生源である世界の歪みの空間、時空の扉へ飛び込み浄化を行う必要がある。浄化作業。扉の中の世界ではきっと強力な敵と戦うこともあるだろう。そしてここからが重要だ。この世界で戦う術についてだが、ダークエネルギーが満ちた世界では君も本来持つ力を発揮できないはずだ。君の力を扱うには、この世界にいる力の元となる人物を探し出し、その人との絆を得る必要があるんだけど。お、なんか来た。彼はちょうどいい。彼に協力を仰ごう。悟空来た。孫悟空 GT 登場しました。一番最初 GT 登場なんだ。新しい仲間が増えた。これで孫悟空 GT のカードを使う力取り戻しました。はい、カードゲット。ゼニーをゲットしたぞ。引き継ぎしてる関係でゼニーを増えてきますね。次行ってみます。これバトルってことは、青色がストーリーでオレンジ色がバトルなんですね。栽培マン来た。なんだこいつ、気持ち悪いやつだな。ダークエネルギーの影響で凶暴になっている。気をつけてくれ。初バトルになります。デッキ編集からでいいのかな。仲間の入れ替えは、新しい仲間ができた時や時の広場で入れ替えることができるぞ。編集未登録いますね。もともと持ってた孫悟空 GT カード、一緒に行きたいと思います。はい、完了で、バトルを開始する。まだ5体じゃない。次にヒーローバッジを選んでくれ。ヒーローバッジも引き継ぎの関係で3つあるんですけど、
これロボスキルとヒーロースキルどっちも選べるんですね。っていうことは最初は敵、うん、ガード700ダウンのヒーロースキルにしてみようと思います。レア如意棒を使います。ヒーロースキル、このあたりはアーケード版のドラゴンボールヒーローズと同じ感じ。はい、チームボーナスの合計はこれです。ドラゴンボール一発目から奪われないようにしないとですね。ほい、効果もアップ。如意棒をファーストターンで発動するのでここで発動です。今回のアタッカーはどうしようかな。こっちでカードの種類、今2種類ちょうどなのでこれでいってみます。自分チームからの攻撃先行取れました。バーサーカー連携、おーミラクル最初から来た。これでだいぶいけましたね。次でいけるかな。敵チームの攻撃、いやここは防ぎたいですね。一番最初の1回目大事よ。あーマックスじゃないけど675ダメージ。ラウンド2は巨大化、サポートエリアに1回巨大化します。おお、これ回す、隠された力を呼び覚ませ、ゆっくり大きく回す、ゆっくり、早かった今多分、ゆっくり回す、パワー解放来た。怪力の大猿、気力の回復等もあるんですけど、まあ私一体でいいかな。巨大化してるから後ろ行くけど一番前でやってみます。はい、仲間への指南発動、チェンジモード来たー、こするぞ。回すアクションだとカード自体を回すんですけど、こするアクションはカードでこするんじゃなくてタッチこすりをする。このあたりは前作と同じですね。先行、初戦すっごく楽しみだったんですけど、最初からね悟空 GT カード解放できてよかったです。パーフェクトきたー、これはいけるんじゃないかな。気候戦よし、あ巨大化悟空使わなかったミッションクリア、はい、オッケー。ドラゴンボールをゲットした。想像以上だ。かなりスコア取れました。ドラゴンボールのコレクション、あと6個コモンスカウターゲット。今回ので言うとコモンスカウターはなしで行こうと思います。下級ロボ称号を獲得、はい、現在はレベル25なんですけど、ちょっとずつ上げていきたいです。はい、レベルアップ、新しい仲間だ。ここで栽培マンのカードを使う力取り戻しました。敵で出てきてバトルに勝つと取り戻せるみたいです。カードゲット3種類、アクセサリーをゲット、栽培
内を倒したことで栽培マンから発生していたダークエネルギーが消えたようだ。こうやってダークエネルギーを浄化すれば時空の扉の影響も弱まっていくんだ。まだダークエネルギーの反応がいくつかある。この調子でどんどん先に進んじゃいます。ゼニーをゲットしたぞ。ミッションクリア。獲得したアクセサリーは仲間画面で装備ができるぞ。仲間画面装備、ちょっとやってみようと思います。自分のところに押せばいいのかな。あ、これでいけるんですね。ガード強化し、を1個決定にして、これで戻るでいいのかな。あ、つけられました。つけましたじゃない。つけられました。じゃ、ゲットした、悟空ともともといた、孫悟空 GT に、ディスクだらけ。あ、これはちょっとつけたくないけど、まあ、最初なのでね、つけてみようかと思います。これで完了。ストーリー。お前さっき戦ったやつだな。オラたちについてきたんか。見た目ちょっと気持ち悪いけど愛嬌あんな。もう悪さすんなよ。懐かれてる。サイバーマンの力を使えるようになった。戦力アップだ。力が使えるようになる理由かい。君が彼らをダークエネルギーの支配から解放することによってこの世界における本来の役割を取り戻すからってことなんだけど、よくわからないって感じだな。出会った人と縁ができればいいっていう風に覚えておいてくれ。一度縁ができ使えるようになった力は扉を出ても使えるようになる。だからできるだけ多くの出会いを体験し使える力を増やしてくれ。また一人でブツブツ言って何やってんだ。置いてっちまうぞ。一緒に行動することになるみたいです。ゼニーをゲットしたぞ。はい、ミッションクリア。ここで分かれ道なんですけど、どっちに行ったらいいのかな。こっち？ここはボス。戻って逆サイド行ってみます。ここは閉ざされてるんだ。達成率を上げないとこちらには行けないみたいですね。ということはもう一戦バトル。ラディッツ来た。懐かしいやつに出会ったな。ラディッツが栽培マンたちの親玉か。これが、なるほど、ラディッツがこの扉の主になる。だからボスって書いてあったんですね。こうやって進めていくんだ。バトル開始。このままのデッキで行ってみます。さっきと同じヒーロースキルを使って、レア如意棒のヒーロースキルで勝ちに行きます。よし、ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッションは2遊んでたんですけど、普通にストーリーやっているところでもサイバーマン確かね出会ってなかったような気がするので、もともとアーケード版のドラゴンボールヒーローズのサイバーマンカードはめちゃくちゃ持ってるんですけど、今作一緒に遊べて嬉しいです。じゃあアタッカーはどうしようかな。自分とここで行こう。3体残します。前まで出すのちょっとまだ怖いので、一番後ろ側で置こうかな。自分チームが先行です。これ最初に先行取れると確率が私自身はいいような気がします。ここで連携、バーサーカーアタック、結構入りますね。はぁ、足りないかも。負けてる。それでも4088も入るんだ。すごい。1体に対してなので4体すべて倒していくのは毎回勝っていかないときついですね。 OK、 ラウンド2来た。はい、カード戻してメイン巨大化。よし、これで回して、
さっきのバトルだと使えなかったので今回は使いたい。巨大か巨大か、パワー解放、必殺技できれば打ちたいですね。オッケー。じゃ今回のアタッカーは私だけでいけると思います。はい、チェンジモード、これで私もサイヤ人になる。マックスいた、大成功。よし、サイヤ人か。向こうが強い。高校になっちゃったのでまずはガードですね。うわ、連携アタック痛い。でもこれ、うわー、勝ってる、ギリギリ。マックス行きたかったんだけど難しいな。ラディッツもマックスにしたい。おー、マックスじゃない、タイミング合わなかったけど勝ちは一応勝ちですね。怪しすぎる。よし、あー、もうちょっとだった。必殺技を発動しました。飛行戦、オッケー、のチームの勝ちだ。ボスミッションクリア。これでどうなるのかな。ヒーローバッジボーナスにハイスコアのボーナスゲット。レア戦闘ジャケットゲットしました。この戦闘ジャケットは3ラウンド開始時になってますね。あー、どっちがいいかな。でも1ラウンドの方が使いやすいと思うので今回は捨てちゃいます。どこかでまた変えられるといいんですけどね。はい、 OK。仲間レベルもアップ。ラディッツのカードを使う力取り戻しました。ボス戦でも力の取り戻しはできるみたいです。カードゲット、サイバーマンとラディッツ、そしてアクセサリーも2つゲットしました。これで妙な木の出所は倒したぞ。時空の扉は浄化された。ボス戦を勝つと浄化になるみたいです。ミッションクリア、ゼニーゲット。閉ざされた時空の封印が解放されたぞ。これで解放ストーリー進めていけるのかな。初めてとは思えない戦いぶりだ。本当なら俺が直接戦うべきなんだけど、君に頼りきりですまない。他のタイムパトローラーはみんな別々の扉に分断されてしまった。情けないことに残ったパトローラーは俺だけだ。パトローラーベースが無人になってしまうから、あ、トランクスはベースにいるってことなんですね。どの道すべての時空の扉を浄化しないといけないからな。だからきっとその途中で俺の仲間を助け出せるさ。君には苦労かけるけどよろしく頼む。こちらこそ。さっきのところの位置が開くんだと思うので戻ってみたいですよね。ストーリーを進めていくのでも時空の浄化にはなるみたいですね。時空の扉の浄化完了だ。完了しました。やっぱ T 字路になってるところも気になりますね。君に時空の扉についてちゃんと説明していなかったね。ダークエネルギーの影響を強く受けた者はその力により世界に穴を開けてしまう。そうして開いた穴の向こう側に広がる異世界、それが時空の扉だ。どんどん大きくなりいずれこの世界を飲み込んでしまう。それを防ぐには時空の扉の中にいる扉を開いた者を倒し浄化するしかないと説明していれば、近くでまた時空の扉が開いたみたいだ。下の地図上もう一箇所ありますね。これからよろしくな。力
東の都が解放されました。マッスルタワーも解放、時の広場も解放、ちょっとずつ解放されていくみたいですね。時の広場で連れていく仲間の入れ替え強化が行える。重力室もバトルに参加しなくても経験値を得ることができるっていうことなので、また少しずつ行く時には進めていこうと思います。ということで今回は時空の扉 1-1 行ってみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!